はい、こんにちは、泉ひなです。今日はですね、バイオレットを使ったブルベな秋メイクを紹介していきたいと思います。はい、ということで今回はなんか最近ちょっと髪を紫チックな感じの髪色に変えたので、紫のカラーを使った秋メイクを紹介していきたいなと思います。で、ちょっと今回は珍しく半顔メイクっぽい感じでなんか紹介したりもしますので、ぜひね、最後まで楽しんでご覧いただけると嬉しいです。ということで、はい、ということで今パックしている状態なので、ここからメイクをしていきたいと思います。ダンボ。ちなみに今使っているこのパックはですね、VT と鹿のやつのパックです。これも毎日私使ってるんですけど、本当にいい。これね、これが本当に保湿力高いしおすすめ。今日使うのがこちら、カンナロゼのヌードブラウンというカラーですね。はい、こんな感じですね。めっちゃナチュラルなんですけれども、ちょっとだけね、こう目力を上げてくれて、でブラウンなんですけど、ちょっとねグレーっぽくもあるので、すごいハーフ感もあるし、でもなんか派手すぎない感じがすごく気に入っています。はい、両目つけるとこんな感じです。かわいい。そしたら顔の保湿はすでにできているので、ベース塗っていきます。ちなみに今コウメちゃんの他にティティとブーも扱っているので、もしかしたら後ろが騒がしいかもしれないです。おーおー。じゃあベースにはマックのライトフルシープラスティンティットプライマーを使います。これはよく振って出します。じゃあこれを5点置きして塗っていきます。これはかなりツヤ感があってね、めっちゃなんか色自体はないので、どんなファンデーションとも合わせやすいし、めっちゃお肌がうるツヤになってくれるのでありがたい。やっぱりもう私はさ、ツヤ肌が好きですね。ツヤ肌なんですけどテカらないっていうのがね、私的にも重要なポイントです。そしたら私は春夏秋冬関わらず、セザンヌの皮脂テカリ防止下地のピンクベージュをおでことか T ゾーンに塗ります。ちょっと久しぶりのメイク動画になってあって申し訳ないんですけど、もうさ、秋ということで私の大好きな秋カラーを使ってね、メイクをしていきたいと思うんですよ。でさ、ちょっと最近は紫っぽいカラーにしたので、なんか私いつもオレンジとかテラコッタ系のカラーが多いんですけど、今日は紫系のカラーで秋メイクを撮りたいなと思ってます。そしたらシカペアのリカバークリームを塗ります。これはもう何度も紹介したことあるんですけど、なんかファンデーションじゃなくてお肌を鎮静しながらもちょっとこうカバーをしてくれるみたいな感じなので、なんかめちゃくちゃ隠したいところがない限り、私は最近毎日これを使っていて、たまにやっぱね、ファンデーションを復活させると結構ニキビとかができちゃったりするので、やっぱりこのねリカバークリームは偉大だなと思って、もう買ってから1年くらい立ってるんですけど、めちゃくちゃ愛用して使ってます。だいたいこんな感じでムラはあるけど伸びたら、クッションファンデのこのクッションで叩き込みます。これするだけで結構均一にみんな塗り広がってくれるので、あんまりね指でやると摩擦になっちゃって私は気になっちゃうので、こうやってクッションで叩き込むようにしてます。はい、そしたらこんな感じで塗り終わったんですけど、結構綺麗に隠れてくれたと思いませんか。なんか完全にではないんですけれども、いい感じです。そしたら安定でジョンソン&ジョンソンのベビーパウダーを T ゾーンに振ります。私は混合肌すぎて秋冬とかでも全然おでこテカるので、ベビーパウダー必須。こうさ、粉が細かすぎて鼻の毛穴とかもしっかり隠してくれるから、本当にねベビーパウダーはめちゃくちゃ優秀なので、ぜひ参考にしてほしい。じゃあ眉毛にはケイトのデザイニングアイブロウ 3D の EX7 番を使います。かなりアッシュっぽいカラーですね。これをこんな感じのね、先端がこう四角くなっている感じの眉毛描きやすいブラシで描きます。で、私は結構眉毛明るめに描きたいので、真ん中の色だけを使って、でまずこの下ラインの眉尻から描きます。こうして眉尻の形をブラシで整えます。私は今回全部ブラシで描いちゃうんですけど、結構ね眉毛は明るめに作った方がすごいね垢抜きやすいので、なるべく明るく、なんかどんだけ髪色が暗くてもワントーンどころか2トーンか3トーンくらい明るめの眉毛を作ります。はい、こんな感じです。もうすぐできるんですけど、こういうね先端が四角なくなっているブラシってめちゃくちゃ眉毛が描きやすくて、フーミーとかのアイブロウブラシがめっちゃ有名だと思うんですけど、あれと似たような形のものが家にあったのでこれで描いてます。はい、そしたらこんな感じで眉毛が描き終わりました。じゃあシェーディングにはキャンメイクシェーディングパウダーの04番を使います。これはなんかさ、ツイッターとかではブルベ用のシェーディングって言われているカラーですね。じゃあこれをブラシに取って、まず鼻ですね。鼻は眉頭から鼻下につながるようにこんな感じでやります。でアイホール全体にもやって彫りを深く見せます。しっかりと私はね鼻はシェーディングつけます。私は鼻先が結構大きめなので、なんかねこうぷっくり見えるんですよ。だから結構まっすぐに引いて、ちょっとでも鼻先をねツンと見せれるようにします。で、ククーンの下の黒い、ここで
ですね。ここに塗るとほら下唇がすごいぷくって見えるのでおすすめです。であとは大きいブラシにとって、まずおでこですね。おでこ私は結構縦に丸いんですけど縦に長いので、このね一番上の部分をちょっとでも短く見えるようにしっかりとシェーディングするのと、あと特に右のエラが張っているのでここもしっかりめにシェーディングします。結構がっつり入れてもこのね色はあんまりシェーディングしてるって感じがあんまり出ないんですけど、でも顔ちっちゃく見えるので結構重宝してます。そしたら先に顔に影を作っちゃいます。じゃあ安定のケイトのダブルラインフェイカーを使います。まず涙袋はこうやってねちょっとこう顔をしかめた時のこの思ってる1ミリ上のここに線を、なんかあれですね、ダブルラインフェイカーがもうスカスカですね、カスカス でしっかりとぼかします。でぼかしてねちょっと足りないなって思った特に目頭側とかはちょっとこう描き出すようにします。ほらそしたら急にめっちゃ涙袋ができたくないですか。あとはこの口角のところと、あとねこの唇の上の山のところにもやるとちょっとこうほら唇の形ができるのでおすすめです。そしたらこんな感じでベースは完成したので顔に色をつけていきます。じゃあまずアイシャドウですね。じゃあ今日はリンメルロイヤルヴィンテージアイズの015番を使います。これめちゃくちゃ秋色で可愛くない？去年ゲットしたんですけどおすすめです。じゃあまずこのカラーを取ってアイホール全体にのせます。なんか前韓国のメイクアップアーティストさんの動画見てたらやっぱ目元のくすみを先に取るのが一番いいって言ってたので取って、でこのカラーをこのアイホール全体というか、さっきはここからここまでこうやってのせたんですけど次はこんな感じでのせます。ということでこれ塗ります。まずブラウンでねしっかりと目が大きく見えるようにします。やっぱりちゃんとくすみを取っとくとアイシャドウの発色のまま発色してくれるのでおすすめですね。でしっかりこの時にここら辺まで塗るように、そうすると目が横に大きく見えるので、ちょっと涙袋にこのブラシに残ったものをのせておきます。ほらこれだけでもかなり目力が変わったんじゃないでしょうか。じゃあこの紫を取っちゃいます。でこれをですねまつげの生え際から 5mm くらいのところに伸ばします。まず黒目の上からのせて目尻までちょっとはみ出してのせて、でブラシに残ったものでこの目頭側ものせます。ちょっとこのね段階が気になるのは後で指でぼかすので気にしないでください。で残ったものをちょっとこの目尻のところにも三角になるようにのせておきます。で最後このね色をこのもうまつげの生え際スレスレのところにのせます。でしっかりこれもねアイラインみたいな感じで線を引くことによって遠目で見た時にすごいナチュラルに目が大きく見えます。はいこんな感じ。はいそしたら片目だけやってみた感じはこんな感じです。目元のラメはこの前ねお気に入りでも紹介したこのエチュードのピクニックエアームースアイズの PK002 番を紹介します。これを黒目の下のここにまずのせて、残ったものをこの目頭の際のところにのせます。こっちはあんまり広く塗らない方が涙袋もぷっくりして見えやすい。やっぱりこのラメめちゃくちゃ可愛くない？でこれも残ったものをこのねアイホールのとこ黒目の上に縦にのせて、こうやってね横に ぼかすことによってなんかこう光に当たったらすごい反射してくれてめっちゃ可愛いです。多分ここにのせても可愛いんじゃない？ここなんかちょっと紫っぽさが足りない気がするのでこれ薄く取ってこのアイホール全体にちょっと薄く伸ばしとこう。じゃあまずはこの黒のヒロインメイクのアイラインを目尻にしっかりめに引きます。私はちょっとね垂れ目に見せたいのでちょっと下げていきます。失敗した。そういう時はまあ指でぼかしゃなんとかなります。はいこんな感じです。そしたらこのキャンメイクのロマンティックニュアンスアイライナーの02番のカラーですね。これは結構ね紫っぽい感じのピンクっぽい感じかなのカラーです。でこれをこの目尻の下側にちょっとこうね黒目の真ん中くらいまで塗ります。ちょっとこう際は塗らないようにします。で指でしっかりとぼかします。で最後にヒロインメイクのこのマスカラでしっかりとまつげを伸ばします。私はねまつげカールまつげパーマをしてるのでビューラーはしないので、はいそしたらこんな感じで片方だけアイメイクは完成したのでちょっと半顔っぽくやってみようかな。今日明らかに目力が違うので、ということで次はチークを塗ります。チークはですねこちらレブロンのパーフェクトリーナチュラルブラッシュの350番ワイルドアバウトバイオレットっていうカラーを使います。これがめっちゃねラメも入っててねパール感が出て可愛いんですけど、これをここから始めてシャッ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 と結構横長に扁平に塗ります。これでもねすごいめっちゃピンクなんです。あ間違えた、めっちゃピンクなんですけどなんかすごいふわっとした感じのほっぺたになれておすすめです。でハイライトはこの前ねお気に入りで紹介した MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュボタニストモダニスト ポストモダニストピーチです。これはちょっとこうゴールドにピンクも入ってる感じのハイライトなので今日のメイクにもすごく合いそうなので鼻にまずこんな感じで塗っ
て、あとはブラシに取ってここね、ツヤしっかりとチークの上からね、この目の下の三角ゾーンとほっぺたに出すのと、あと顎にも出します。あとおでこにもね、一応塗っとこうか。じゃあね、髪色変えてからすごい使ってるリップがこちら 3CE のテイクアレイヤーティンティッドウォーターティントのインサイドモーブっていうカラーです。これもめっちゃ発色良くて可愛いんですけど、半分だけ塗ろうかな。半顔とか私初めてする。待ってして、ティッシュオフをします。ティッシュオフはできるだけ際がね薄くなるよね。パッてします。でしっかりとぼかします。はい、そしたらこんな感じで半顔は終わったんですけど、どうでしょうか。全然多分違うと思うんですけど、化粧した方を化粧してない方、まあ言うてね、眉毛とかもう描いちゃったから、ほんと途中で切り替えたからあれなんですけど、それでも全然ね受ける印象は違うんじゃないかなと思います。はい、そしたらこんな感じでですね、バイオレットを使った秋メイクは終了したので、ちょっと髪の毛もセットしてきます。はい、とこんな感じで今回のバイオレットを使った秋メイク紹介は以上になります。はい、久しぶりのメイク動画だったのでちょっとドキドキはしたんですけど、めっちゃ可愛くないで、ほとんどもうほんとプチプラコスメばっかりというか、結構韓国コスメとかでおすすめなやつも紹介してるので、ぜひ今回のメイク動画で気になったコスメはチェックしてみていただければ嬉しいです。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。秋メイクいいねとかね、紫も可愛いねって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローをお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。見てください、これはファンの方にいただいためっちゃ可愛いビーズのリングなんですけど、可愛くない？今日のメイクに合うと思ってつけました。